費装備はある程度整ったわね。でも食料がないんだよな。さすがに食料ないとネザーには行けないわ。どこかに村かなんかないかな。お、村が見えてきたんですけど。やった。平原の村だから絶対に俵あるでしょ。あそこでパンを確保してネザーに行っちゃおうと。うわやべー、村の手前にものすごい大穴が開いてるんですけど。いやちょっと待って、大穴の中に家があるじゃない。村人さん攻めすぎでしょ。そんなところに家建てて危なくないの。ほら他の家は安全なところに建ってるじゃない。あ、そうか、あなた鍵屋なのね。確かに洞窟の方が鉱石は集まるけど、プロ意識半端なさすぎるんですけど。いや気になる気になる。このプロ鍵屋さんがどれくらいプロなのか気になる。きっとたくさんの鉱石を集めてるか。ガチのプロでした。